はい、皆さんこんにちは、おくちゃんです。今日はですね、伊豆半島の方に来ております。今あの西天城高原っていうね、海が見える展望台に、ね、来ております。今からですね、西天城高原ラインそれから、西伊豆高原西伊豆スカイラインかを通ってですねちょっとね、行きたいと思います。本日もよろしくお願いします。Oh, yeah. 最高。さあ、まずは西天城高原ラインですね。ここはここちょっと上がったところにね、西名峠っていうのがあるんですけど、そこから山の方にね登ると、本当ね360度パノラマです。今日はねちょっと時間がないのと体力がないんで残ってないんで、ちょっとね登らないですけども、以前にね動画上げてますんで、そちらをねぜひ見ていただければと思います。ここはですね西名峠、ここをねずっと上がっていける熊笹のね中に道があって、そこをね上がっていくと非常に景色がいいです。ここもね登れます。おー、富士山久しぶり。ちょっと霞んでますけど、あ、だいぶ雪が減ったな。時間帯はほとんど走ってないですね。さっきちょっとねマス通の軍ね集団がいましたけど、というかねここはあんまりそれほど混むってことはあんまりないね、今までね。土曜日曜に来てもこんな感じです。この動画の前に伊豆半島天城越え、旧天城トンネルですねとか、私が好きな南伊豆のねところっていうのをちょっとね、紹介していますんで、まだ見てない方ねぜひそちらもねご覧になってください。この動画はそれの続きになります。気持ちいいね。この西天城高原ラインと西伊豆スカイラインは、もうほぼ一つの、ね、道路というかね、特に区別する必要もないような気もするんですけど、なぜか分かれてますね。あー、でも新緑がね綺麗ですよね。ほとんど車バイクがないいない。これもう西伊豆スカイラインに入ってるのかな。ちょっとわからないです。さあ、
そろそろ富士山が見えてくるんじゃないかな、またね。確かここを曲がったとこぐらいかな。あ、もう西伊豆スカイラインって書いてあるね、やっぱりね。あれは相模湾か。こっち左がね、鶴ヶ湾だよね。おお、富士山。最高。ここもいいね。ここの遊歩道もいいな。あ、ここだ。ここ曲がったところが絶景ポイントです。おお。ここだね。ここにちょっと止められるポイントがあったと思うんだけど、富士山最高。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。さあ、あとは帰るだけですけど、ちょっとね、体力が全然持たない。